いどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日もね、クラン対戦から、動画見ていきたいというふうに思うんですけども、本日のテーマは、ホグライダーでやってしまいがちなね、失敗というところをね、見ていきたいというふうに思います。まあ、失敗といってもね、決してネガティブな動画ではなくて、めちゃくちゃ、いい感じに全開撮っている動画からもね、見ていきたいというふうに思っているんですけども、まあ何はともあれね、まずは、動画を始めていきたいというふうに思います。今日はね、攻めとしては2つの攻めを合計3回のね、リプレイに分けて流していきます。1回目はこの配置を攻めたサンパウロさんのアタックを2回、1回目と2回目ね、見てもらって、同じくサンパウロさんが別の村を攻めたアタックをね、ご覧いただいて、今日のしまいということにね、していきたいというふうに思います。ちょっと噛んじゃいましたねで今回の、このアタック、簡単にプランニングから説明をしますと、ここクイヒーパートで処理していきながら、ここをホグライダーでこう回していくっていう感じですね。回すというか、まあ、まっすぐホグを流していくっていう方が正しいのかな。で、最初のね、この、クイヒーパート、これが本当にねうまくって、まあ、結論言うとこの動画、動画というかアタックね、ちょっとホグライダーパートで細かなミスが、まあ、今回のメインの話題ですけどね、あるんですけども、何せこのクイヒーパートが良かったがために、まあ、そのミスをね、帳消しにして前回まで持っていっちゃいます。まあ、なんですけども、まあ、前回がすごいねっていう動画ではなくて、まあ、今回はね、ホグライダー回すときにどこをどうしたらより良くなるのかっていう話になりますので、見方としてはどこをね、直したらこのアタックもっと良くなるのかな、まあ、そんなところを、意識してね、ご覧いただければ、ありがたいかなというふうに思います。さて、でホグライダーが出てきましたね。8G 面からダダダーッと全部出していって、後ろからグランドウォールデンつけてきます。で、クイヒーも本当にね、優秀な仕事をするんですが、まずはね、ホグライダーに注目してください。ヒール1個目打ちましたね。で、ヒールの2個目を打っていきます。これも完全にホグライダーの動きを読んで、先打ちしてますね。いい感じだと思うんですけども。さあ、ここで、グランドウォーデのトームを発動。残ったヒールは1枚ですね。で、残った最終区画にヒールを打っていく。まあ、かなりね、この時点でホグライダーが残ってるので、まあ、見た感じ余裕かなっていう感じがしますよね。まあ、実際このアタック前回まで行くんですけども、どうなると思いますかね。これから今巨爆踏んで、でウィズトーンのダメージを受けて、あれよあれよと言ってるうちにホグがここで割れていってしまっていなくなっちゃうんですね。これちょっと驚きますよね。まあスケルトントラップが残っているとはいえども、ここまでホグライダーいなくなっちゃうかっていう感じがするじゃないですか。中盤のホグライダーの残り方半端じゃなかったですからね。で、まあ、本日お伝えしたいのはそこなんですよね。なんでホグライダーこんなにいなくなったと思いますかね。ちょっと今の攻め方見て、皆さんなりにそのここなんじゃないかなみたいなところをね、まあ、残りの20秒ぐらいの前回までのね、時間を使って考えてみてもらえたらなと思うんですけども、どうでしょうね。まあ、ちなみに一つ言っておくと、本当にこのクイヒーいい仕事してますね。まだ全然ね、ピンピンしていてヒーラーも生き残っているんで、まあ、このクイヒーパートがあまりに優秀だったんで、くどいですけども、ホグライダーパートのね、まあ、ちょっとしたミスなんかは完全に帳消しになってますね。さあ、ではね、2本目見てみましょう。今回は、まあ、ちょっと私がここじゃないかなって思うところ、お話をしながらね、ご覧いただければというふうに思います。で、さっきと同じ攻め方なんで、もう皆さんね、中身分かってると思いますけども、こういう風にね、バルーン1個で壊せるような、防衛施設っていうのは、しっかりバルーンで、壊していってますね。非常にお見事ですね、こういうところ。で、クイーンを5地面から出していって、で、ウォールバスターで中に入れていくと。しっかりね、こういうところのね、こういう辺かな、ごめんなさい、この辺。アーシャーでもう削りを入れてるっていうところも見事ですよね。やっぱ時間がかかるストレージ系っていうのは、早めにこう削りをね、入れていってしまうっていうのがね、かなり、攻めを組み立てていく上では重要になってきますんで、この点は非常にお見事ですね。細かいところまで本当見てるなって思います。それもあって、このクイヒーパートね、見てください、ここ。全然、キングとサイドカットとペッカのサイドカットで横がいないんで、クイーンはもう、
こっち方面にこう流れていくっていうかな、こんな感じでもう流れていく絵しか見えないですよね。本当にこの辺のね、序盤の、クイヒーパートがうますぎますね。これはもうレベルが高い、本当に。で、こっからホグライダーが出てくるんですね。ちょっと見ていきましょうか。束になってますよね。グランドボーデンついてます。1個目のヒール、ここに落としましたね、1個目のヒール。まあ、その中にホグライダーは結構、集中して入っていってます。まあ、多少分散もしてますけどね。2つ目をここに落としましたね。で、グランドボーデンのトーム、ホグがここにいるタイミングで使いました。わかりますかね。で、最後のヒールここに打ってますね。これどう思います？私が今この絵に描いた4つの丸、まあ矢印書くと、これはグランドウォーデンのトームです。トームですね。他の3つの円がヒールです。結構密集してると思いません？一つ一つのヒールの距離もそうですし、まあ、重なっちゃってますし、あとトームもヒールとヒールの使うど真ん中で使っちゃってますよね。ここなんですよね。なんで最終深く、最終深く今いる、ちょうどいるここのところですね。ここのところ、ここでヒールが足んなくなっちゃってるんですね。これが今回のサンパウロさん の、 ヒールとトームの、 重ね掛けによって、呪文の効果範囲がかなり狭くなってしまったっていう、これがね、最後までホグライダーを生き残らせられなかったもう大きな要因じゃないかなっていうふうに思います。ここね、本当にやっぱ怖いんですよね。ホグライダーが、ヒールの枠からちょっとはみ出ていったりとか、火力が集中してるとついつい重ねて使っていってしまうんですけども、それあんまりやっぱやるべきではないかなと思いますね。ホグライダー使う場合には、むしろある程度、ヒールとヒールを、多少なるべくばらけさせられるように意識した方がいい。なんでフレチャなんかで練習する場合は、ヒールを落とす場所、タイミングもそうなんですけども、なんていうのかな、一個一個の感覚っていうところにもね、少しこの意識を、配ってみるとまた変わってくるというふうに思いますね。さて、で、じゃあこれをどんな風にしたらいいのっていうところのお話になるんですけども、これまたですね、サンパウロさんなんですね。本当に2回目も 98% 非常に惜しいアタックだったんですけども、今度の2回目のこの攻めっていうのは、ヒールの使い方とかトームの使い方がかなりうまいです。時間切れでね、結論を言うと残念ながら前回いけなかったんですけども、ちょっとこの攻めぜひぜひね、見てもらえたらと思います。あとこれもうまいですね。ここきっちりと、迫撃砲ボーラー1体で壊せる場合には、こうやって壊していきます。そうすることによって、なんていうのかな、1層奥っていうのかな、までサイドカットが効いてますよね。ここを壊すだけではなくて、ここまで壊せてるっていう、この2層カットっていうのが本当にね、効果的なんで、これぜひぜひね、まだあんまりやられてない方っていうのは、できる場所においてはやるべきですね。ちなみに、ここの迫撃砲は無理ですね。このアーチャータワーからダメージ受けちゃうんで、ボーラーを出せませんね、この金山のとこには。さて、まあ、そんな話をしているうちに、ちょっと話がずれちゃいましたね、ごめんなさい。クイヒがタウンホール方向にどんどん向かっていってますね。ウォールバスターで壁を開けながら、階級の高いところでは援軍に出てきたアイスゴーレムにダメージを吸収させて、後ろからアーチャークイーンで刺すという形ですね。非常にいい形ですよね。ただここでも時間が、1分20秒ぐらい使っちゃってるんですね。で、ここからホグを出していくんですけども、ちょっと残り時間がまあ厳しくなりかけている、そんなタイミングではあります。で、あともう一個は、今サイドカットの状態っていうのがね、結構サイドカットというか、ホグライダーのルートって言った方が分かりやすいですかね。施設がこういう風に固まっちゃってるんで、結構ホグのルートが作りにくい状態になってますね。で、それで少しホグがばらけていってしまうんですが、まずは見てみましょう。ヒール1個目ここですね、使っていきます。で、グランドウォールのトーム、ここで使いましたね。で、ヒール、ここで使ってます。2つ目ですね。最後のヒールはここです。どうでしょうね、さっきと比べて重なりがないですよね。きっちりと火力の高いここではトームを使って、
トームを使っていって残りの3つを、3つをヒールで回していく。でヒールとトームがこう重ならないように上手にやっているので、最後ホグライダーが見てほしいんですけども、しっかりこう生き残ってますね。ちょっとねこれ分かりにくかったんで、もう一回リプ見てもらいましょうかね。ホグライダー結構途中でばらけるんですよ。でばらけて全部ヒールの枠の中に入っていかないんですよね。いかないんですけど、それでもホグライダーを最後まで残せる。さっきの1本目の攻めの方がよっぽどホグのルートって綺麗に出来上がってて、束になってホグが動いたじゃないですか。今回はばらけちゃうにもかかわらずホグが残る。ここのね違いっていうのを、今回の動画でも本当にね、力を入れてお伝えしたい、そのポイントになりますね。惜しかったですね。本当にもうストレージだけですね、かなりユニットが残ってたんで、もう時間さえあればっていう感じだったんですけども、ちょっと3本3回って言いながらね、4回目の動画いっちゃってますが、もうちょっとお付き合いいただければなというふうに思います。今回のね動画のポイントは、ホグライダーに対する、ヒールだったりトームの使う感覚のところですね。ここのところをね、ぜひ見てもらいたいので、今回のに今見てもらっているこのアタックっていうのは、その感覚が非常に適切だったパターンになります。で1回目と2回目の、リプレイに関しては、ちょっと間隔が狭すぎたということですね。逆に広すぎてもヒールのなんていうのかな、範囲外に出てきたホグライダーが一気にやられちゃうので、あまりよろしくないんですけども、狭すぎても良くないというところでね、特にこの狭いっていうのは皆さんが陥りがちなね、ミスなので、よくそこはね、注意してもらえたらと、いうふうに思って、動画作っているというところですね。で、クイヒーもうまいですね。やっぱりサンパウロさんのクイヒーはかなりうまいなと思います。リスクをなるべく抑えながらね、こうクイヒーを回すルート作りっていうのができている方なので、ここもそうですよね。アイスゴーレムにヒーラーをつけて、で後ろからどん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 アチャクで刺していくっていう感じですね。でホグライダー登場です。ちょっとね、ホグパートに集中して見ていきましょうか。少しね、画面を大きくしますね。ホグライダーが出ていきます。ガーッとですね。ホグライダーを今2点出ししましたけども、この E に関してもね、またちょっと別の機会にお話をするとして、今回はホグライダーがどんな動きをするか、ばらけるんですよ。そこを見てください。結構ばらけます。どうですかね。ホグライダー結構ばらけてませんか。今このインフェノタワーのところにホグライダーがいて、こっちのクロスボウにもいて、イーグルホにもいますよね。でここで最後のヒールのところに入るんですけども、 IT 壊してからまたばらけちゃいますね、ホグライダーが。これだけばらけてもちゃんと集まるところに適切なタイミングでヒールを落としていく。でトームは理想を言えばばらける直前に打つといいんですよ。ばらけてもトームの効果って持続しますんでね。で今回のサンパウロスのトームのタイミングはちょうど、イーグル砲とかインフェノタワーとかあの辺でホグがばらけてしまうところら辺でトーム使ってたんで、ホグがやられずに済んでましたね。あのタイミング本当お見事だったと思うんですが、結果はね残念ながらこの時間切れです。ここが残っちゃってね。なんですけどもどうでしょう、皆さん見てもらって、ヒールとかトームを使うタイミングっていうのなんとなく分かりましたかね。感覚を詰めすぎない、これが広げすぎないことと同じくらい大事になりますんで、ぜひぜひね今回の動画の中からそこら辺の感覚につながる手がかりみたいなものをね、皆さんがこう得てもらえたら私としても本当に嬉しいなというふうに思います。はい、ちょっと長くなりましたが、以上で、本日の動画は終わりになります。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、皆さん、カンクラにも遊びに来てください。では、本日は失礼いたします。バイバイ。